本日の最後3番目のテーマについて、お伺いしていきたいと思います。それはですね、これは、青年会議さんの方で、統一的に聞くようになっているかと思いますが、領土領海の件ですね、それについて、質問をするという形になります。尖閣諸島をはじめとしまして、まあ、今非常にですね、領土領海の話というのはニュースでよく、耳にするようになりました。一時期、まあ、経済の話以外はですね、そういうのは出てこない、時期もありましたが、やはり、ここ数年、そうした問題が、トピックになっているようです。でそこでですね、尖閣諸島をはじめとしまして、まあ、現在、北方領土の話もありますし、最近では沖縄が独立するという学会ができたとかですね、そういう話題もあるようですが、そうしたものを含めた領土領海問題について、多様な意見があると思いますけれども、その中で、現在の政府のですね、現状の対応についてですね、是非をお伺いしたいと思います。でまず、政府の現状対応について是非を、丸か×かでお示しいただきまして、理由および、ご意見をお聞きしたいと思います。発言は、ですけれども一つずれますので、今度は愛知さんからですねになりますので、まず、愛知さんの方から政府の現状の対応についての是非を示していただいて、ご意見をお願いいたします。それではお願いいたします。3分間ですね、はい。これはなかなか表現は難しいんですけれども、三角というか丸バツで示させていただきたいと思います。基本的にはよく頑張っている、素晴らしいなというのが私の考え方です。一方でまだまだやるべきことはあるだろうということで、不十分な点が一つもあれば完全な丸ではないということでご理解いただきたいと思います。先ほど申し上げましたけれども、まず国土そして国民の生命財産を守るこの安全保障というのは国が最低限やらなければいけない一番重要な項目でもあります。一方で、事件が起こらない限りなかなか国民の皆さんには実感がない、安全はどのようにしてその安全保障が守られているのかというのをお気づきにならないことが多いと思うんですが、私はそれでいいと思うんですね。本来ならこういう問題がない方がいいと思うんですが、現実的に起こったことですから、しっかりとそういった現状を国民の皆さんにも認識してもらうことが大前提だと思います。まだまだ知識として子どもたちも含めて、日本の領土問題についての知識、歴史について正確な知識を持っている方少ないと思います。それを伝えていくのがまず一つ。ちなみに尖閣竹島北方領土に関しては我々の領土ですから、毅然として、その3つの状況において、また主張は違いますけれども、基本的に我々の領土だということをしっかり認識した上で交渉していかなければいけないと思います。外交問題ですから、一つの要素だけではないということは皆さんもご承知のことだと思います。一方で、どのような交渉をしていくかといえば、やはり日米同盟を軸に抑止力を働かせた上での外交的な解決というのが基本になっていくと思います。残念ながら日米同盟、これは信頼ですから、前政権でちょっといろいろ問題があって、そこの信頼が揺らいだところがありますけれども、この信頼をまた改めて回復をした上で、アメリカと協力した上での交渉をしていかなければいけないと思います。時間がなくなりましたので最後ですが、領土の問題ですが、歴史上ですね、実は戦争によらずに領土を取り返した例というのはないんです。一例しか、沖縄の問題であります。当時私の祖父が外務大臣をしておりましたけれども、やはりこういった努力、そう簡単な話ではないですし、結果を出すためにはあらゆる政策、また知恵を総動員した上で、その領土問題解決していかなければいけないと考えております。以上です。はい、ありがとうございます。それでは西勝さんの方から、政府の現状対応についての是非を示していただいた後に、お考えの方よろしくお願いいたします。まずです。主権国家であるならばもっと毅然とした態度が必要であると考えます。安倍政権には期待をしておりましたので弱腰になってしまい、とても残念に思っております。幸福実現とは私の方では立党4年前から国防の大切さについて一番訴えてさせていただいております。そのため日米同盟を強化しつつ自主防衛体制を築いていくことが大事であると考えます。
法の話になってしまいますが、まず憲法9条の改正をする必要があります。憲法9条は自衛隊を公式の軍隊とは認めず、武装は必要最小限の範囲にとどめ、自分たちの国が侵略されるまで抵抗ができないという、そうした欠陥だらけの国防体制、弱腰外交を生み出しているもとであると考えます。占領軍が日本の軍事力を押さえつけておくという占領政策であります。前文にありますのは、平和を愛する諸国民の公正と真偽に期待をして、相手国の善意を信じて武装する中でというのが憲法9条の意味するところです。ですが、日本の周りの国が急速な軍拡を続ける国であったり、核武装を強化している国であった場合は、どうでしょうか。平和を愛さない諸国民だった場合は、この憲法9条を適用除外ということで、政府の憲法解釈の変更によって防衛行動を可能にしていきたいと考えます。そして尖閣諸島を含む南西諸島の防衛体制を強化してまいりたいと考えます。まずは尖閣諸島につきましては、漁船避難所や自衛隊の監視施設の建設などを進めて実効支配を強化してまいります。6月の7日8日の米中首脳会談で、尖閣諸島の問題を長時間にわたり話し合ったとありました。外国の首脳同士が日本の領土をめぐる問題を長時間にわたって話し合うこと自体、日本にとってとても恥ずかしく危うい事態であると考えます。日本は属国ではなく主権国家であるのですから、責任ある大国として毅然たる態度を持つべきであります。国民の生命、財産、安全を守るのが国家として当たり前のことであります。日本の国を守るためにはどうしたらいいかと考えるのが当たり前であると考えます。以上です。はい、ありがとうございました。それでは和田さんの方から、政府の現状対応についての是非を示していただきまして、ご意見の方をよろしくお願いいたします。安倍政権、毅然とした態度で臨んでいるなということで、私は評価をいたします。ただ政治家の方のうちに、例えば、余計な行動をしたりとか不規則な発言をしたりということで領土問題を引き起こしている方がいらっしゃるというふうに思っております。まず韓国に不法占拠されている竹島でございますけれども、こちらにつきましてはやはり過去の政治の不在というものもございます。李承晩ラインが引かれた時に速やかに対応していかなくてはならなかった。さらにはロシアに不法占拠されております北方四島につきましては、これを解決できるチャンスはいくつかあったというふうに思っております。そこでさらに真剣に取り組む、そういった政治家がいてもよかったというふうに思っております。私はこの領土領海問題につきましては、竹島そしてこの北方四島については毅然とした対応を取っていきたいというふうに思っております。で、議論の出発点でございますけれども、これはサンフランシスコ講和条約にのっとってやらなくてはならないというふうに思っております。この先に踏み込んで、やってしまうのであれば議論がちぐはぐになってしまうというふうに私は考えております。日本が例えば朝鮮半島において領土を主張することができる、そういったことにもつながっていくというふうに思っております。で、政治家の行動でございますけれども、この竹島問題、横にいらっしゃる岡崎智子さんですけれども、総理の日本大使館の前で行われている反日デモ、これは竹島の領有権を主張するデモでございます。そこに参加をして発言をされた、これは日本の国会議員が竹島の領有権が韓国にあると、そのように認めているのではないか、そのように韓国人に思われてもおかしくない、それぞれ韓国の方の主張もあるでしょうけれども、果たして、この固有の領土である竹島について日本の国会議員がそういったことを行動を取るべきなのか、それを私は問いたいというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして岡崎さんの方から、政府の現状の対応についての是非を、示していただきましたと、ご意見の方をお願いいたします。政権がありましても、日本の立場をきちっと明らかにして、一方で、冷静で、そして、環境を維持するために、対話を続けていくということが
すごく大事だというふうに思っております。まあ、改善する努力を着実に進めていくべきだというふうに考えております。尖閣諸島は日本の固有の領土でありまして、現に我が国が有効に支配をしております。安定的に維持管理を行っていくことが大事だと思います。北方領土は4島の帰属の問題を解決してロシアとの平和条約を締結すべく、これまでの日露間のさまざまな合意、法と正義の原則を基礎としてロシアと交渉を進めていくといいと思います。竹島も含めて国際法に従って平和的な解決を粘り強く求めていかなければならないと思います。2つのことは強調しておくべきだと思います。1つは領土領海問題は主権の問題に関わるだけに当事国の双方が加熱しがちになってしまう、常にその意識を持っておかなければいけない。密接な関係にある国との緊張が高まりますと経済活動にも影響が及んでしまう、一つのことでその国との関係が行き着くところまで行ってしまわないようにすることは大事です。日頃からいろんなレベルで関係を強化していくことが大事だと考えております。もう一つは幅広くたくさんの国と友好関係を結んで世界を味方につけておくことも大事だと思います。さまざまな国と貿易を進めましたり、あるいは人的交流を深めたり、国力にふさわしい国際貢献を積極的に展開していくことも大事だと思います。核兵器の廃絶など人類共通の利益に向けて日本が取り組む姿勢を見せることは大変重要だというふうに思っております。私、竹島の問題で、慰安婦問題で絡めてやったことは一度もないということを申し上げておきたいと思います。相当情報が違っておりますので訂正をしておきたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは岩渕さんの方から政府の現状の対応についての是非を示していただきましたと、ご意見の方をお願いいたします。領土問題を事実と国際的道理に立って解決を図るためには、日本の侵略戦争によって不当に占有した土地とそうでない土地と明確に区別することが必要だと思います。